私から自己紹介させてください。オレンジ色担当渚いちかです。いちかー。はい、ミルクパープル担当佐野メルノです。メルノ。はい、赤色担当抹茶子と楠木真夏です。抹茶。はい、赤ブルー担当セラーサです。赤ちゃん。はい、絶対ピンク担当ナルテンことナルテン氏です。ナルテン。7人でステージ活動させていただいてるんですけども、今日は緑色担当の桜庭美晴ちゃんと黄色担当の高島乃愛ちゃんがお休みになってるんですけど、5人でいっぱい盛り上げるので一緒に盛り上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、世界一グルメフェスにお越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。もう何か食べた人はいますか？はーい。みんないっぱい食べてるはず。え、メルちゃん何食べたの？私ね、カキフライとレモンのあの餃子食べました。ね、美味しかったね。美味しかった。朝はね、河原そばを食べました。あそこのやつだね。美味しかったね。美味しかった。私は肉巻きおにぎりを食べました。あそこにある。私がゴミ抱えて行ったら、かわいそうだからゴミ預かるねって言われて。優しい。優しくて美味しかったです。ね、あのレモンスカッシュも飲みました。でもレモンスカッシュ持って歩いてたら、レモンサワーを飲んでるのかってあのマネージャーさんに言われて、違いますって言ってしまいました。ファンの方とすれ違うたびに、これレモンスカッシュですって言いながら。ね、みんなはね、はい、いっぱい食べてください。ぜひ、うん、この後も楽しんでいてくださいね。はい、はいはい、では次の曲いきたいと思います。アイドルヒーロー。
頑張れよ。1000円からチケットも売っているので、今日見たよって、見て楽しかったよって
ぜひ会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんなにたくさんの人が一緒に手を挙げてくれると思いませんでした。ありがとうございます。また見つけて会いに来てください。それでは以上、私たちプレイヤーのデータイチでした。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。